最初にですね、やはりまあ、うちは、まあ、保険のね、はい、まあ、技師、まあ、主体でね、やってきましたけども、はい、まあ、やはりそれではだけではちょっとやっぱり、まあ、患者さんの方でもね、はい、まあ、やっぱりこう満足しない人もいますね。それで、まあ、金属症とかね、まあ、そういうのも結構、まあ、やったんですけどね、やはりそれと別に、例えばそのこう柔らかく、まあ、金属症が要するにハードと考えれば、はい、そういうソフトな感じの義肢っていうのは、まあ、それは反対ですよね、考えて ね、うん、そういうのがやはりあれば、例えば、患者さんがその望む範囲がいろいろ広がるんじゃないかと、はい、うん、だからそれで、まあ、そう考えてた時に、うん、そのコンフォートの、まあ、カタログっていうんですか、うん、はい、あ、見て、あ、これはじゃあうちの方でも今後取り入れて、うん、まあ、その診療の幅をね、まあ、広げるっていう意味ではいけるんじゃないかということが、まあ、まあ第一だと思いますね。科学のその葬儀師で、はい、左右の4号部ですね、そのかなり大きなその骨隆起が、はい、うん、で通常 そのレジン症とかですね、ではその部分はやっぱり少しこうくり抜いたりとか、はい、あとは、まあ、うまくこうリリーフするとかね、はい、まあ、でそれでもやっても当たりが出ちゃうかなとかね、うん、うん、まあ、そういう症状ありますよね。でそれを思い切ってそれを全体こうコンフォートでカバーしてやったら痛くなくかめて、うん、とっても調子いいと。今までは本当に柔らかいものしか食べなかったけど、うん、うん、まあ、最初は恐る恐るだったけども少しずつ、もっと硬いものとかね、うん、うん、だから食べる範囲が広がりましたとか。でもやはり前のそういう何ていうんですか、保険のこうレジン症が比べたら、うん、はい、やっぱりかなり違います。あ、うん、だからもっと早くこういうのを知ってればよかったなっていう人はいますね。あ